9月18日金曜日。今日の天気は曇り時々晴れ。日本放送飯田康事のオッケー康事アップ。ーーップ朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田康事です。おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一華です。 日本放送飯田浩司の OK 工事アップ。この後と8時まで生放送です。さあ,あ、冒頭まず電車の情報が入ってきております。はい、JR 外房線は時計機と本田駅の間で発生した人身事故の影響で千葉駅と茂原駅の間の上下線で現在運転を見合わせています。JR 東日本によりますと運転再開は6時40分頃の見込みです。ご利用の方はご注意ください。うん、まああのー、ねちょっと通勤通学 に影響出るかもしれませんので、うん、またこれ情報入り次第を、えー、お伝えしてまいります、はい、まあ外防線止まっちゃうとなかなか他へ逃げるっていうのが難しいんねでねえーえー、情報入り次第お伝えしてまいりますさあ、えー、9月18日先ほどねあの番組が始まる直前に、うんえー、この後の番組のあなたとハッピーの <laughs> おー宣伝が入ってましたけれども、はい、そうなんです、えー、内田あ新人アナウンサーがいよいよ今日、はい デビューというね。う <laughs> 増山さんはデビューの時を全く覚えてないとおっしゃいましたけども。本当ですよね。いや、でも、え、ね、え、田さん覚えてます?。私、あの七月十五日の開業記念日に。はい、あのデビュー戦やるぞっていうことで、なんかその印象がすごいあったんだよね。<ー>また、あの、こう、この会社ができてね。今年というか、あの、ここ最近六十五周年やったじゃないですか?。やりましたね。はい。私、あの、今が入社十六年目なんで、入社した時って五十周年だったんですよ。 で、結構大きな節目で、大きな特番やってたんで、で、そこでデビューだっていうこともあり、なんかすごく覚えてはいるんですよね。ただ、あのーお、まあ、当時ですから、えー、電話リクエストをバンバン取って、で、思い出と共にリクエスト曲をなんて言ってね、で、テレフォンセンターって言って、あの、オペレーターの人がずらーっと並んで電話の前で、こう、取るみたいなのをやってて、えー、で、そのテレフォンセンターから、えー、中継をするという。<laughs> まあ、せいぜい1分2分で様子伝えろって言われたのに、なんか結構なんか、 喋っっちゃって,しゃっちゃってでそしたらあのテレフォンセンターで大体あの生放送スタジオの真横にあるわけですよ。そで,、ね、でそうすると生放送スタジオで全体を統括してるディレクターがですね、えー、そのスタジオでむちゃくちゃ怒ってて「て <laughs> 新人のくせに押すんじゃねえ!<ー>」ってものすごい怒られたってい,、ね、<ー>いきなりつまずいた印象しかないっていうね <laughs> 覚えてる覚えてますよ。 まあするっていうので最初、先輩のこノ井アナウンサーと一緒に月曜日から木曜日まで一緒にやらせてもらって金曜日は独り立ちですって言われてその場所が鮫ズ駅の近くのまあとある駐車場だったんですけどすんごい緊張してもうもう,これもうなんか本当に何喋ったか覚えてないんですもん本当にそっか中身は覚えてないよね本当終わった瞬間なんか安心してしまって終わってからもう泣いちゃいましたね。 終わってから泣いた安心して無視に終わったなと思って今緊張してる最中なんでしょうけれどもね内田くん頑張ってもらいたいと内田ゆうアナウンサーこの後あなたとハッピーで天気予報の中継でデビューをしますだいたい1時台っていうふうに聞いてますけれどもまあいろんなサプライズもあるかもしれないんですけれどもねえぜひお聞きいただければといやなんといってもさあのディレクターがやりたい放題の人だからさひどいんだよこの庭っていうディレクターがやってるんだけどさ いやだって、俺一緒に番組やってた時にさ勝手にあの自分俺時計をプレゼントに回されたことがあってさえ田私物の時計を、えー、仮眠室に置いて忘れてきちゃって、はあ、でそれを仮眠室の人が生放送スタジオに持ってきてくれたのよはい、はい、夕方の番組やってた時に、ええ、でそしたらあのそのまんま時計を私に渡すんじゃなくって、えー、パートナーで一緒にやった松本秀夫アナウンサーに <laughs>、はい、耳打ちをして。 これ、これプレゼントにするからよーって言って、今日はプレゼントがございますなんて言って、この時計ですなんていい時計ですねちょっと待って、それ俺見たことあるぞみたいな。<laughs> そういうことをしあがってですね。しあがってって、えー、も名指しでも <laughs> まあもうあの10年以上前の出来事です,すね。ね <laughs> 今ちょっとちらっとね、はい、見ていきましたですね。<る>ねいやーでもまあ新人ね、与野党総が注目されると <laughs> まあいう意味ではですね、えー、新しく総理になった人っていうのもまあ当然あの総理になりますと、えー、総理同正といって1日のまあ大体のスケジュールがですね全部新聞にも載るんですね翌日 <laughs> に。はいうん、で、あの菅さん一昨日16日の、えー、国会で首班、えー 名を受けて総理大臣になってますんで、まあ、あのー、そこから総理同棲が、だからあのー、16日の総理同棲を見ると、ですね午前中午後1ぐらいまでは安倍さんの総理同棲が乗ってて、うん、で午後から菅さんの同棲が乗るという形になってるんですよ。<ー>だからねあのー 完璧な形での総理、菅総理の同棲って、えー、昨日の動きを乗せている今日の朝刊というのがですね、えー、一番新しいと。でもね、やっぱメッセージが性があるなと思うのが、うんえー、昨日の菅総理の1日っていうのを見るとですね、えー、6時42分官邸、えー、官邸内の敷地を散歩、7時25分東京長田町のザ・キャピトルホテル東急、同ホテル内のレストラン折り紙で、選挙プランナーの三浦博士と会食。 <laughs> メッセージ性が一番最初に会食で選んだ人は選挙プランナーですよ。この辺っていうのがね一体どうなのかっていう,こういろんなこう想像をかきたてられてしまいますよねどうしたってえやっぱ解散がどうなるとかそういう話もあるのかなとただねこれあの総理同性ってあの同性に乗る乗らないっていうのはこうあの場合によってはですね特にあの官邸の中で誰かと会うっていうとあの <laughs> 記者たちが、えー、見えるところの動線を使うとあこの人が入ったなとかってのは分かるわけですようん、うん、ところが官邸にはいろんなルートがあるらしくこれ官邸の中で働いた高橋洋一さんとかに聞くとですね<う>、えーえー、いやそんなもん裏の動線使えば総理同線に乗らない形で人に会うことはできるんだよっていうふうに言っていたんで裏の動線がいっぱいあるらしいみたいですだからそれを使うと、あのー、全く総理同線に乗らない形で会うとかっていうことができるという。 とうことを考えるとですねあえてここで載せてきたっていうのはいや菅総理ってどういうメッセージなんだろうねとかね<ー>まああのそういうのをね、えー、今日コメンテーターは末信義政さん、えー、テレビ朝日政治部長も務められて今は東海大学の教授でいらっしゃいますあのー、どうなるんだろうねっていうこのあたりのね今後についても占っていただきたいと思っております あなたの声を届けますリスナーズオピニオンニュースについてのご意見をお待ちしております今朝のコメンテーターは東海大学教授でジャーナリスト末信義正さんです、えー、取り上げるニュース、まあ、菅新政権をさまざまな角度から見ていくということになりそうです、えー、デジタル庁2022年4月までに創設の方針というニュースそれから、まあ、本格指導 改革、ね、縦割り110番なんていう話もありました、えー、そして一方でアメリカ大統領選世論調査を見ますとバイデン氏が9ポイントリードです、えー、キーワード、衆院解散そしてアメリカと中国の2国間投資、えー、2020年上期は9年ぶりに低い水準と、まあ、そこから、まあ、米中の今後日本はどうするというあたり外交についても聞いていきたいと思います。 今週は番組オリジナルマスキングテープを毎日3人の方にプレゼントしています。ポッドキャストでお聞きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスです。番組のホームページのプレゼント応募フォームから住所やお名前、電話番号を登録してご応募ください。ここが気になる。 経済関係で昨日、ニュースが入ってきましたが、昨日と一昨日、えー、日銀が金融政策決定会合を開いております。まあ、あの日銀の、ね、今後の方針を決めるという、えー、意思決定期間であります。でえー、3時半からですね。えー 日銀のの黒田総裁の会見も行われました、まあ、あの安倍さんの政権下で、えー、黒田さんは総裁になったということで、まあ、安倍さんがこれ退任するんで、えー、黒田さんどうするんだという,ようなこと、まあ、マーケットでは一部、です、ね、いや、巣は退任かみたいなことまで言われたんですがそれは明確に否定をしておりまして、えー、2023年まで任期があるのでその任期まであと2年半ぐらいあると、えー、全うしたいというふうに述べております。でまあ、そのの上で当面の金融 政策運営についても発表がありまして、まあ、基本的には変わらずという感じになっておりますあの長期の金利と短期の金利を、まあ、操作していくとあの短期金利はマイ、え、ナ、ー、ス0.1%というマイナス金利を適用すると要するに、えー、日銀の当座預金に、まあ、お金預けておくと損しちゃうから、えー、自分のところでどっかに貸すなりしてどんどんお金は回した方がいいですよということをやりで長期金利、まあ、これ大体10年ものの国債の金利 の金利っていうのが一つの目安になりますけどここについては、えー、0%程度で推移するように、えー、上限を設けず必要な金額の長期国債の買い入れを行うと、えー、これ金利が上がるっていうことは金利が上がるっていうことは国債としてはあの価格が下がるということなんですけど、まあ、そう価格が下がってきた場合には、えー、金利を下げるためにです、ねえー、日銀が買い入れるとで、えー、いうようなことをやっていくということなんですけど まあこれはあのー、賛成8、反対1というような評決が出ております、これ、はあの日銀のホームページにあのペーパーも出てますんで、あのー、知りたい方は詳しくね、知りたい方はご覧いただければと思うんですけど、じゃあ、これ、誰が反対票を投じたのかっていうのも、ですねこの資料の中にありまして。えー 片岡合志審議員が、えー、反対票を投じたということなんですね、これ、あれ、片岡さんというと、もともとリフレ派の論客とも言われていて、私、あの夕方の番組やってた時にはです、ね、結構、この片岡さん、よくあの番組にご登場いただいたんですが、まあ、その時から、何しろあの日銀は金融緩和すべきなんだと、緩和をして、えー、物価を上げることをしなければ、デフレからは脱却できませんということを言ってた人なんで、あれ、反対ってどういうことだと思ったら、ですね、えー、日銀のやってることはぬるいんだともっと。 ちゃゃんととととやなななきゃなんないということで反対票を投じたとで、えー、どういうことで反対票を投じたのかも書いてありまして、えー、ペーパーいわくです、ね、新型感染症の深刻な影響を念頭に置くと財政・金融政策のさらなる連携が必要であり日本銀行としては金、えー、政策金利のフォワードガイダンスを物価目標と関連付けたものに修正することが適当であるとして反対したということです。まあ、コロナでで先行きかかんないと分かんなないいと中ま のままだとと誰も資金を出したがらないと家計もそうだし企業もそうだしお金使いたくないよねってこういう時はリスク取れて損してもいいやって言ってえいやでお金出せるのは、えー、政府日銀だけでしょだったら政府日銀でもっとがっちりと手を組んで、えー、ガンガンお金出すから安心して使ってくれっていう環境を作るべきだとでその時の目安として今はあの金利ってものを目安にしてますけれどもそうじゃないと結局それって目標は最終的には不 物価を上げるることととだろうと考えるとあのアメリカの中央銀行 FRB が実際やってるんですが、えー、物価目標2%と、まあ、これも日本もやってるんですけどね、えー、FRB の場合は2%をさらに超えるまで緩和を続けますとで、えー、それは2023年までは手緩めないぞというところまでこう踏み込んで話しているとで。日銀も そこまでやったらどうですかと。こんな今ね、あのー、物価じゃなくて金利を目標にして、そうすると金利が上がった時には変えれますけど、逆に金利下がっちゃったら手元にある、 国債をじゃあ、市場に放出するって要するに引き締め政策やるって気ですかというふうになっちゃいますのでそういうことがないよと日銀はとにかく物価上がるまでは一生懸命緩和をし続けるよっていうのを先々までアナウンスする必要があるんじゃないのかっていうですねえ提言をしておりました私もそれはそうだなと思いますまあこの辺はあの新しい政権とどういうまた政策協定をやっていくのかというところも注目していきたいと思いますがもっともっとやるべきじゃないかというふうにも思います。 えー、長官隠し一面で取り上げているところもありますし、先ほど6時の頭のニュースでね、新魚アナウンサーが読んでくれた中にもありました。磁、え、気、ー、ネックレスなどの予託商法を展開しておよそ2400億円の負債を抱え破綻したジャパンライフの事件。まあこれね、結構前からあの捜査だとか、えー、ずっと進んでましたし、あのこれね、えー、被害を受けた方々、まあお金騙し取られたような方々は、あのー、 訴訟したりなんかもしてますんで折理に触れて、えー、ニュースになってましたけれどもいよいよこの元会長ら逮捕へということになっておりますが、まあ、ここはあの顧客にレンタル用の磁気ベストとかネックレスあるいは寝具とか、ね、マットレスとか、まあ、そういうものを買ってもらってオーナーになるように勧誘してでそれを他の人に渡したり使ってもらうことでその使用料があなたのところに来ますよと。だからリマ 利回りが、えー、結果的にはあ預金をするよりも良くなるんですっていうようなことでですね、えー、お金を集めたんだけれども結局その、えー、利回り行かずにでその上このジャパンライフという会社そのものが、えー、その後お負債を抱えて倒産したということで、まああのー、結構ね年金とかをご高齢の方が、えー、運用ということで、えー、預けていたケースが多かったんで老後の資金どうしてくれるんだということでさまざ、あ、ま訴訟も起こって で、あのこれ、この事件をです、ね、報じる中で、えーまあ、同社を巡ってはということで、あのこの山口元会長が安倍総理当時主催の桜を見る会に2015年に招待されたなどで、国会に話題になったと、まあ、この,あの政界との関係とか、あるいは安倍さんとのまた安倍がみたいなところで、まあ、桜を見る会、 と、絡んでですね、えぇ、ー、様々に、こう、批判の材料になっていたところでありまして、まあ、それをこう、わざわざ書いてくる新聞が朝日とかね、毎日とか、えー、結構あるんですが、一方でですね、じゃあこの山口元会長、この方のじゃあ正工作、一体どういう感じでじゃあその人たちと知り合ったんだろうね、みたいなところ、 あそして、えー、集めたお金をじゃあどこにどう使って、えー、倒産したんだろうねということをですね、いろいろこう調べていくと、これ、あの、すでにですね、あの、業界紙などが結構前に報じていたりなんかしたんですけれども、あのー、 2年ぐらい前にですね、あのー、業界紙が報じ、そして今日、日本消費経済新聞ってところが報じて、えー、去年はあの、去年おととしかな、あの、夕刊富士なんかも結構報じていたんですけれどもね、あのー、このジャパンライフというところが、えー、 マスコミの OB なんかをですね、まあ、顧問として雇ったりなんていうのもあったりとかでそこら辺からの愚痴聞きで、えー、結構ですね豪華な朝食勉強会みたいなもので、えー、人脈を広げようとしていたとで、えー、これがなぜわかったかというとなんとですねその、えー、朝飯勉強会みたいなものをこういう人に会いましたみたいなビラを作って、えー、それをこう顧客に。 ばらまいてですね、えー、うちの会長はこんなこともやってるすごい人なんですだから信用してくださいっていう感じで勧誘、えー、等々にも使っていたっていうことがあってこれでしかもそこに結構お金を使ってたんじゃないかとだからあの騙し取られた人たちにしてみればですねその人たちにお金返してもらっ 我々の弁裁に当てななさいいいよよというようなことととうううここもあったということです、まあ、今後、試食の手によっていろいろ捜査が進むんでしょうけれども、このマスコミホビールートっていうのを全く口をつぐんでいるっていうのは、まあ今後ね、捜査の行方によってはそれが出てくるのかもしれませんけれども、ちょっと注目していきたいと思っております。 さあ次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます今朝のコメンテータージャーナリストで東海大学教授末信義正さんですおはようございますおはようございますおはようございますお久しぶりですお久しぶおりですいやーあの調べてみたらあの2019年のお正月にうん、来ましたちょうどあの箱根駅伝の時そうそうあれ以来とあの時そうですよね東海,で東海大が優勝したそれあの僕が東海大がはい明日逆転するって言ったらそうそうそう予言通りになったっていうね <laughs>、えー、盛り上がっていい年で でした。<laughs> ありがとうございます。<laughs> こんなこんな風になるとはね、本当。2020年ね。<laughs> 本当に今年は、うん。もう気がついたらね。本当。もう9月も半ばまで来たって感じですもんね。<laughs> 逆に言うと、もう今オンデマンドオンラインでしょ。うん。うん、それが普通になってきちゃった。確かに変わりましたね。今日もよろしくお願いします。よろしくどうぞ。ここでポッドキャスト、YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。 ラジオの日本放送飯田工事の OK 工事アップではお聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見お待ちしておりますぜひメールやツイッターでお寄せください番組で紹介いたしますどうぞよろしくお願いします7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げますでは最初のニュースこちらですデジタル庁2022年4月までに創設する方針 平井デジタル改革大臣は昨日の記者会見で行政サービスのデジタル化を一元的に進めるデジタル庁について2022年4月までに創設する方針を表明しました政府は来年の通常国会にデジタル庁の設置法案や IT 基本法改正案などを提出したい考えで菅内閣の看板政策の早期実現を目指す方針です 菅政権誕生直後ということで、さまざまな角度からね解説いただこうと思います、このデジタル庁、今日は結構、長官の一面の方とかで乗っこれ、この内閣の一番大きな仕事になると思います。と、はい、いうのはあの、菅さんはサイバーセキュリティーもあれ、官房長官で,なるほどで、あれは野党が反対してて、あの意味があんま分かってなくて、はいあの、成立がすごく遅れて、日本は集会遅れ。 で特にこのデジタル化はです、ね、はい、まさに縦割りの役所で、<ー>全部方式もシステムも違うんですよ、気象庁によって、うん、だから、あのコロナの時分かったことは、はい、保険証とかやるの、みんなファックスでしょ、そうでしたねちょっとみんなびっくりしたと思うんですよ。で、それはどうなるかというと、予算が縦割りで、はい、つまりどこへ発注するかっていう。 そこにある種の利権があるわけですよ。なるほどだからこれをやって本当に一元化して地方自治体まで一元化するってことは壮大な実験なんですよ。これができれば一気に日本の国のシステムは変わるんですが、はい、壁は2つあって、はい、壁が1つはそもそも日本の政府はオープンガバメントになってないつまりいろんな問題が出てきたでしょ、はい、あのデータが消えたとか統計がいい加減とか。結構ね、えーはい よくこの番組でる高橋義一さんよく言ってたように、はい、そもそも予算だってどんぶりだったってそっか、言ってたでしょそうですね。みんなが考えてるほどねへえへへオープンできっちりしてないんですようもうあうんの呼吸日本式、はい、だからデジタル化して一元化したら全部オープンなんですよ、はい、例えばアメリカ行くとね まずソーシャルセキュリティナンバー取らなきゃ、はい、それ取ったら銀行で初めて口座できるわけ、うんそ,でそこで自分の小切手、チェックブックを作る、はい、それでクレジットカードを使っても、払うときに自分でチェックしてから小切手を切るわけですよ、うんそこでセキュリティがかかる、日本は自動で落ちますよね、だから詐欺が多いでしょ、はい、でもう一つそれだとなぜガラス張りになるかと口座とつながるわけですよ、うんオンライン上で,で,で。日本は今ね マイナンバーをひも付きにするので<ー>だい大体日本はスパイ防止法もそうだけどみんなプライバシーがバレるって言ってるけどあれ何かっていうと、はい、要するに税金払ってないね、うん、グレーな人がものすごくいるわけですよ、はい、だからこれをやるってことは政府もオープンガバメントにしなきゃいけないし<ー>同時に世の中もガラス張りになるつまり税のの、はい、ね 調べる収入、こっちの方もオープンになってくるわけですよ。昔、東郷さんとかね、うん、東郷さん、今でもそのままですよ。サラリーマンは10割全部把握されるけど、やっぱ自営業とかだと、そうでもないぞみたいなね。そうすると、政権与党の自営業の人たちはそんなことっていうでしょ、その辺がずっとあって、日本はね、良くも悪くもあうんの呼吸、グレーのバランス社会なので、それがこのことを一気にやるということは、社会が大きく変わる。 はうん、これを菅さんはずっとその官房長官の時サイバーとかデジタルの担当でもあったでしょ、はいえー、で実務をやっていく中で、こういう縦割りの壁っていうのが政治を一気に変える、ね、だから皆さんが国家観を語らないとか言ってくると、これは国家を変える最大の実験なんですよ、はい、あじゃあ、ボーリングのセンターピンみたいなものなんですね、すこれ倒れたら全部倒れていくる、うん、から、デジタル、ああ、関係ないわ、俺、興味ないわじゃないんですよ、デジタル化するっていうのは、社会をガラス張りにするってことなんですよ。はい き今日はこれだけ言おうと思ってきた <laughs> い,やいきなり言っちゃって、僕 <laughs>、でもそうなんですね、なんかデジタルってみんなやってたから、みんなやろうとしてたから、うん、あ,じゃあちょっと便利になるぐらいだよねみたいに思ったら、そんなことないですね例えばね、伊さん、対面授業で僕ら教室でやってたでしょ、はい。今年オンライン、オンデマンドになって、ずっと300人ぐらいの大きなオンデマンドで、はい、授業支援システムにアップするんですよ、ネットに。ということは、それ全部一人歩きするわけですよ。 だから、おそらく全国の大学の先生、そうだと思うけど、改めてデータとかを調べ直して、私は少なくとも今年勉強しし直ました今までなんとなく雰囲気で適当にって言ったらあれですけど、適当とは言わないけど、雰囲気でやってたところはそうですね、例えばここはみんなオフレコだよと、僕の先生の取材ではこうだよって言ってたオフレコとかオンレコ分けれないですよ。確かかにそうでですねだら授業 ネットで伝えたものはすべてファクトなんですよ。うん、これもね、やっぱりなんていうのデジタル化と同じで、ええ、ガラス張りへ向かった今年はそのステップだったと思うえ。まずはデジタル庁についてお話をいただきました。えー、菅内閣のお仕事ぶりについてはいろんな角度から今日はお話しいただこうと思います。おはようニュースネットワーク取り上げるニュースこちらです。 菅内閣が本格指導国民のために働く内閣をスタートさせて、しっかりとした成果を上げて国民の期待にお応えをしたい、そう思います発足から一夜明けた昨日、菅内閣は本格指導しました。 菅総理大臣は総理官邸に河野行政改革担当大臣、平井デジタル担当大臣、田村厚生労働大臣の3人を相次いで呼び、自民党総裁選で掲げた縦割りの打破、デジタル庁の新設、そして不妊治療への保険適用の検討を加速するよう改めて指示しております。なんかもういきなり仕事始まってんなという感じで、うん、アイドリングなしで一気に来たって感じですね。あのー 河野さんと平井さん呼んで、デジタルですよね、それから田村さん呼んで、コロナですようん、うんで、それからそのうちの特に不妊治療の問題もありましたね、はい、これを、ねええ、具体的に仕上げていくということで、うんうん、来年の通常国会、野党はとはガチンコになりますよあこの辺のこの、うん、法案が全部出てくるわけですね。 これはさっきも言いましたけど、要するに国をデジタル化っていうのは、オープンガバメントを作ることだし、社会をガラス張りにすることですから、一大実験ですよ、これで下から積み上げていって、一気に変えていけば、世の中変わる、その実績を仕事をし、内閣ですから、やってから、だから僕は解散を後ろへ行ってんじゃないかなと思ってんですそれもそうなんですねもちろんね、野党へのの牽制があるから、常に世論調査してますから。 は、うん、いつもするぞとは言ってます。はい、だけど、これが普通はね。ええ、1>, 1年先送ったら追い込まれで麻生さんので負けた。で、あの時、それはアドバイスした。菅さんと麻生さんがそれでおかしくなったと言われてる。はい、ああ、関係がですかうん。あれがトラウマになってるというのが普通マスコミの。 解説。僕もそういう解説を前してました。でも、よくよく考えると、はい、そこまで引っ張っていって、このデジタルとか不妊治療とか、ええ、コロナを収めていく、オリンピックをなんとかやる、うん、そこまで、うんはい、この低い目線でね、説明しながら積み上げていったら、野党を持ちますかね。<ー>で、野党おそらくまた盛りかけ桜ですよ。 あなるほど。だけどは僕はあれがそもそも間違ってると思って、うん、森掛桜ってのは全部違う問題なんですよ。うん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 。それぞれに全く違う接種。そうい、ん、ものはむしろあの、佐川さんの答弁が、でたらめだってそこに合わせようとしたんで。当時の理財局長。それも全部安倍政権打倒のために一部メディアは紙面作りしたわけでしょ。で、掛け学園のはむしろ逆で、はいええええ 半世紀も僕は大学いるから分かるけど、行、はい、ってびっくりしたのは、<laughs> 門前払いですよ、学校を作ろうとして。はい、獣医学部を新しく作ろうとするとそれ自体が、そんなことを認められるのって話でしょある意味、既得権をがっちり守っていたというの。うん、だから、ある意味で、あの、11連盟から政治献金受けていた石破さんが4原則っていうのを出して、作れなくなった。はいうん、そっちの方が、 むしろ指摘されなきゃいけない話ですよ。で、桜はこれ明らかに増えすぎて、そんなもん、ちょっとと思うじゃないですか。そうすると、本来一つずつ明らかにしていかなきゃいけない。政府も一つずつ答えなきゃいけないけど、なんであなったかってすべて政局ベースになって、で、レッテルの張り合い、これを野党他にどうぶないから、特に不妊治療みたいな、 よく、ね、みんながやってほしいと思ってるような政策をバーンと出してこられると、焦るじゃないですか、うん、うそうするとまた予算委員会でね、わ、うんはい、ーと声を大にして、同じことを言うわけですよ、えー、この3年、4年言ってるで、それはもう野党への支持率にならない。 でだんだん疲弊していく、はい、いつまでやってるのって,みんな思ってる、もうすでに思ってますよね、うん、でそういうところで、このさっき言ったオープンガバメントで社会を本当に変える、はい、で実際これがデジタル化が運転免許、も保険証はもうつながることになってますよ、そうすると、マイナンバーといずれアメリカみたいにひも付きで。ええ 銀行口座とつながる、まさに透明な社会を作るわけですよ、ガラス張りの、はい、そこまでどんどん社会が動き出したら、えー、同じことをレッテルハレだけ言ってたら、置いていかれちゃうでしょ、うもう見えてるんですよ、うそうすると、そこまでやって、オリンピックの後の空気、はい、おそらくどういう形でもオリンピックはやりますから、えー、その後にギリギリで解散やった方がいいだろうと。そ<ー>その時にはおそらくこの間総裁選を戦ったもう石破ささんんと岸田さんはもう 後継に消えてしまってる。ああ、次の世代に移ってますか、うん、だから、この政権で一番ね、目立つ役、はいええ、今の既得権を壊す係、ネットで大人気の 河野さわ割と動きやすいポジションにしたでしょ。ああ、防衛大臣から変えたってのは、うん、そこの意味をでしかも、一部メディア誤報になった、総務大臣って流れたでしょ。ありました、うん、はい、えー、で、えー、総務大臣外したから、なんかどんどん下がってるって、ある有観視は批判してたけど、はい、そうじゃないですよ、フリーハンドですよ、壊す方をネットを含めてガンガン発信しろなんですよ。 ああ、そっか、内閣府の特命担当だから、下に何か官僚ががっちり組織でついてるわけじゃない。彼、うん、の良さは、組織の調整力じゃなくて、はい、発信力の強さですよ。うそうすると、これ実は行閣担当ってみんなスーパー出すけど、ええ、その後ろに丸ポッツでついてる、はい、 規制改革のほうが大事なわけですよ、<ー>ここで規制の緩和じゃだめなんですよ、うんうん、だって規制を残すんだから。緩和は残すことになるから、今まで役所がみんなごまかしたのは緩和ですよ、なるほど、改革という名の緩和だと。うん、規制一気に岩盤規制を壊していくわけですよ、で要するにオープンな社会を作る、その発信力で、何かあったときには河野さんはもう次の総裁候補、はい、菅さんはもともと河野さんにずっと期待してるから。 そうですよね、河野さんやるために、総裁選でやるために、派閥飛び出したりしましたもんね。プラス、菅さん頼むよと言った安倍さんが信頼している加藤勝信さんを官房長官、これも総裁候補ですよ。それから最近、悪くなったって安倍さんが褒めてたけど、仕事はできる外務大臣、茂木さん、この人も間違いなく総裁候補、これだけ揃っていく、これを育てながら、こうつけてやるんですよ、実務内閣として。そうすると あの石破さんの人気っていうのは、実は地方に誰も来ないときに、東京の人が来て、裏話してくるとウケるんですよ、僕だって地方行って、中田町公ですってと、ウケるんですよ。そのことと、リーダーをどう選ぶかの人気ってのは別なんですよ、特に自民党の党員なんて、あれ、職域支部で、大体業界団体ですから、その辺がね、まあ、こいつっちゃなんですが、僕も天に妻するようなもんですが、メディアがこの、 30年、40年、僕も40年以上やってますが、ええ、全然進歩してないじゃないですか。<ー>政策、政策って言って、はい、改造とか総裁選ったら急に政局一変と、どうなったのみたいな。で、ね、内閣に名前つけるとしたらっていうのを必ずやる。うん、やる、うんで。しかも自分たちの意見にそぐわないものは、 何でもレッテルを貼って足を引っ張る。うん、もうそれ自体がネットでみんなが他の情報を見れるようになった時にアウトなんですよ。はい、そのことにメディアは気がつかないと。だから象徴的なのは安倍さんが辞任会見した後、はい、安倍内閣の仕事を評価する人が朝日新聞調査で71%。そうですね。それから共同通信、それから TBSJNN 系列も60何パーですよ。はい、つまり、リベラルサハって言われる、安倍さんをブロックソに行ってきた方の、はい、 データが上がってくる、それはネットの動きをよく見ないといけない、えー、このことはあと出てくるトランプさんのことについても言える、はい、メディアそのものが政治プレーヤーになってしまってる。その批判があるっていうことを 改めて僕は感じましたね本来のところに立ち返れっていうことそう、ファクト、データを使って、自分の意見を言うなっていうそこでもう一個用意していたニュースが、アメリカ大統領選の世論調査なんですよ、バイデンさんが9ポイントリードって出てるんですが、この辺っていうのも、要の東西問わずに、アメリカのメディアも点々点ですか、これもロイター通信などですから、大手メディアですからアメリカで起きてることは、大手メディアは政治的プレーヤーなんですよ、反トランプの。だから そこが読めなかったから前回のヒアリー・クリントンさんの日本のメディアみんな間違えたでしょそうでしただから僕はよく大学で教える時トランプさんって相当変わってることは確かだけど何でも。 その実態以上にひどく日本では伝えられているところがあるんですよ、そこはね、ちょっと冷静に突き放して、うん、他のネットの世論調査とか、はい、細かく見ていかないと、うん、このロイターなんかの調査で9ポイント、ああ、そう、トランプ負けるのというふうには、絶対にならないですよ。うんうんうん ここは要注意ですね。なるほど、そうすると、菅さんもそのトランプ政権なのか、アメリカと付き合っていくってことになるわけですねそういうこと、やっぱり11月3日のトランプさんになるのか、バイデンさんになるのか、だけど、テレビ討論やったら、バイデンさんしんどいと思うけど、ちょっとお年でくたびれてるから、だけど一方、トランプさんもね、CDC センターの所長とワクチンの、うん、あんなに。大喧嘩してますね。 <laughs> だからちょっとね、焦りはあるとは思うけど、はい、そういう意味ではあの、今流れてた10月25日とか11月1日の解散ではなくて、はい、そのアメリカ大統領選も見、見ながらで今積み上げてきた来年通常国会まで予算と、うん、それから年内に例のイージス・アシュアの後の処理と、はい、あの敵基地攻撃の問題、はい、こういうのを決着してね、うん、仕事の実績を上げて、 様子を見ながらっていうふうにまあ見た方がいいのかなっていうふうに。なるほど。うん、はい。続いて教えてニュースキーワードです。衆議院解散。 もうなんか今日のね、えー、この番組の裏テーマみたいにもなっているキーワードですが、えー、衆院議員の任期満了は来年の10月であります解散・総選挙いつ踏み切るかさまざまな記事も出ておりますがあの総理同棲を見ますと昨日、菅総理は選挙プランナーの三浦博さんと東京都内で、えー、ホテルで朝食をともにしながら意見交換をしたなんていうのが出てきておりますすままあ、ここれでで解散かかととといいいううう憶測も出ていますがどうかというところです。 あの支持率も高い、うんで、これ、コロナが今はなんとなく収束してるのかなみたいな雰囲気の中で解散しちゃうんかなみたいなことも言われてますけれども、うん、なかなかこれは難しいですかあの三浦さんとね、会、はい、ったってニュースを流してるでしょ、流してますよね、やっぱり、もうこれだけで野党はもうビりビビますもん、んやっぱりやるのかなと。で今日読売新聞の一面は 安倍さんのインタビュー出てたでしょ見出しが、衆参、ダブル選挙を常に考えていたってあるでしょう、総理官邸と自民党本部っていうのは、はい、自民党はあの事務局長は選挙の神様がいるんですが、本塾、はいさ,ね、さんというね、政府与党っていうのは、いつも調査やってるんですよ、だからいつでも解散・総選挙は常に考えてるんです。 1>, 1年365日24時間、打てる時にいつ打てばいいかで、それをいつも込み込みで政局判断してるんですよ、<laughs> はい、それに対して野党はちょっと緩いんです、その辺が、あ<ー>もう閉まったり緩んだりで、それで無駄に資金使ってしまったりとか、はい、っていうね、揺さぶられてるんですよ。だから、はい、あの 一つのメディア分析にアジェンダセッティングっていう議題設定機能がある、つまり政治というのは誰がアジェンダを設定して引っ張ったかという。首都圏を握るのか。それで言うと、麻生さんがやれやれ言うし、ええ、麻生さんの時にリーマンショックがあって、はいはい、あの時き、選対副委員長で延期を進言したのが、 菅さ,菅さんで仲悪くなったって言われるでしょ、はい、だけどそもそも菅さんも選挙大好き人間ですから、うん、で強気の人ですよ。 確かにみんな反対してた安倍さんの2回目を担ぎ出したのは菅さんでしたよね,、うん、あのね銀座の焼き鳥屋で4時間くどいてって僕、あの夜電話して取材したからよく覚えてるそ、はい、うなんでですすかそれは、ね、強気の人なんですよだけどやっぱり安倍政権のあの安倍さんがドクターストップで引いた後、はい、やり残しを自分の低い目線の実務家 としてですよさっき言ったガラス張りのデジタル化で一気にやり残したもの変えていくぞと厚労省も変えるぜっていう、はい、これをやっぱりやりたいっていう気持ちは相当強い。 で、解散やると浮かれたっていうふうに思われるでしょう。ああ、この、な、景気のいいというか、支持率の高い時期に浮かれてやったのかとなっちゃうと。うんうん、おそらくあんまり仲の良くない、なんとか都知事なんかきっとそう言いますよ。あなるほど、なるほど。<laughs> でしょ、うん、でそういうこと考えると、はい、常に揺さぶりで、こういうニュース流して、準備しながら、仕事の実績を上げていって、意外とね、夏は6月から7月の頭はあの、参議院、あ、 東京都議会議員でしコ公明党はそこやりたくないって言いますで、あれがあるでしょ、そうすると、例えば9月の総裁選、終わった10月の一番ぎりぎり、ああ、もう任期満了に限りなく近いと思うと。でも空気はオリンピックのあ少し景気もおそらく戻してるでしょ、デジタル化も相当法案通って、世の中の空気は相当変わって、今までのちょっと暗い空気っていうのは、安倍さんに対するね、 うん、盛りかけ、桜っていう形で、一部メディアが、半分ぐらいのメディアが作り上げた、ある種のね、暗い空気だったんですよ、うん、でそれよりおそらくその頃コロナもほぼ収束してるでしょ、はい、ワクチンも来てるでしょ、変わってますよ、空気が。そっちの方が、より勝てるかもと、うん。その僕はイメージがあって、その間、はあ、でも早めにやった方がいいのかなっていう、うん、で麻生さんも言ってくるしとか。 で、これを言いながら、引っ張っていくんですよ。はあ。うん、あ、もやもやっとした空気のまま引っ張っていくっていうのが一番いいわけですよ、ね。政府にとって損はないですよ。なるほど。いや、確かに気になってたのが、あの、総理秘書官の人事が官房長官からみんな持ってったっていうじゃないですか。うん、これ、え、ってことは自分で仕事する気でいるのかな、この人は。官房長官、総理。はい。県総務大臣。官房長官、県総理、県総務大臣。<laughs> うん、なるほど。あの、全部ね、調整、最後は自分でやります。 ああ、やっぱそういうですか,から。あとは細かく実務のできる専門家が全部配置してあるでしょ。うん。もう本当に仕事をする。なるほど。そういう婦人なんですよ。うでそういうのマスクミはす派手さがないとかサプライズがないとか、はい、僕はそういう質問してるメディアがバカじゃないのかと思って、はい、テレビでそう言ったら司会の人に睨まれたけど。ま <laughs> れたけど、結構怖い顔でね、睨んでしいました。女性怖いですから。<laughs> <laughs> まあね、でも本当、いやここから先、どういう仕事をして積み上げていくのかっていうのは楽しみですだから同時にメディアも、ね、はい、もうちょっと勉強して、いやね、私も含めてだけど、変わっていかないと。じゃないと、会見で多分菅さん、ばっさり切りますよね、<も>記者たちよ、ね、縦割りがなぜだめかって言ったら、記者クラブは縦割りにしてあるから、うん、情報は縦割りの各役所のキャリア官僚にもらいに行くわけでしょう、うそしたら書いてる方の目線が全然もうずれてるんですよ。確かに メディアを変えななないい限り日本は良くならないです、はい、<laughs> 次回も込めて頑張りたいと思います速報が一つ入ってきました磁気ネックレスなどの予託商法を展開し2400億円の負債を抱えて破綻したジャパンライフについて警視庁などの合同捜査本部は今日詐欺の疑いで元会長の山口孝義容疑者78歳を逮捕しました えー、ジャパンライフ事件山口容疑者逮捕という一報が入ってまいりました。えー、まずはあそこをお伝えしました。 お送りしております。OK コージアップはいて私日本放送アナウンサー飯田コーと新矢大介がお送りしています。今朝のコメンテーターはジャーナリストで東海大学教授末野裕正さんです。末野さん引き続きよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ますあの本題行く前にジャパンライフの件なんですけれども、うん、これねあの山口容疑者逮捕となりました。あの今日の新聞などではこの桜を見る会にこの人を招待してうんぬんみたいなのがやたらと出てます、ねうん、おそらく野党の人がまたこれで張り切る。なるほど。うんそうすると。うん あれかな 解散もどんどん遠っかなああ、そっか、解散は国会を召集しなければいけない。解散はだから、もし国会召集が10月の早い段階になれば、まだ解散の可能性あるけど、大体、うん、下旬だって言われてるから、はいあまあ、慌てる材料はないから、うんうん、ないんじゃないかと思うんですが、それにしても、桜はね、はい、とにかく肥大化しちゃって、まあ、人たく僕も,もね、若いとき、僕、鈴木善光総理の頃総理番の頃<ー>土曜日、朝早く行くんで、嫌だったけど、<laughs> 50秒ぐらいのね、ローカルニュースになってたんですよ。とにかく、芋煮みたいなごった煮で、なんだか分かんなくてね、誰がどこにいんだかも。だから、もちろんちゃんとしなきゃいけないんだけど、そもそもゆるゆるのもんですよ。ああ、これもあのグレーのっていうこと。だから僕なんか、あんまり意識したことなかったから、招待状も来たけど、行ったことなかったし、だって早起きして何もないし、なんか面倒くさいなと思って、今だから言っちゃうけど、ごめんなさい、そんな感じだった。 なるほどだからさっきのデジタル化、はい、オープンガバメントオープンソサエティうん、うん、開かれた社会本当にそこになるかどうか、うん、でもそれは税金逃れももうだめですよという。マイナンバーでつなぐだから、うん スパイ防止法もない、何もない、みんな、試験の制限ですよ。だけど、コロナの時だけ、もう早くね、お金を払うっていう保証をしてね、やれ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 言ってるけど、そんな慌てて本当にいいんですかという、もっと実態が分かったから、腰を据えてね、そもそも立法の精神、どう見るのかってところからちゃんとやらないとね、空気に流されるのはよくないです。で、この間、別のテレビ局で言ったら、あんまり賛同されなかったけど、司会の人にでもそうですよね。私 私の権利、主権の制限に関わることは空気に流されちゃ後後で後悔するってす、ね、だって都知事があの都知事選挙の時にずっと大変だ大変だって小池さんが言うと今でもあの声聞くともうあの飲食店の人が景気が悪くなるって言いますよああぐらい重要なことですよ。<laughs> うー<ん>だけん僕らが逆に言えばんあんなロックダウンしないで、はい、ちゃんとできる日本のグレーの良さもある。ええええ このあうんの呼吸の良さもある、はいはい、ただただ税のれ含めて結構日本のその緩いとこはデジタル化で一気に変えなきゃいけないここも革命的な変化ですよついていけるかな僕も僕らもどうなるんだかっていうね <laughs> <laughs> さあ、えー、では本題にいきたいと思います、えー、今日の最後のニュースですここだけニューススクープアップのゾーン最後のニュースをスクープアップ アメリカと中国二国間投資、上期は9年ぶり低い水準。調査会社ロジウムグループによりますと、米中関係の緊張が高まる中で、今年上半期の両国の投資は、えー、9年ぶりの低水準に陥ったということです。アメリカトランプ政権は安全保障上のリスクを理由に、えー、ファーウェイだとか、タン 短編動画投稿アプリ、TikTok を傘下に収めるバイトダンスに対する圧力を強めております、まあ、こういったハイテク業界の分断に加えて、新型コロナウイルスの流行も影響したということです。まあ、米中中関係ととそのでで日本ははっていううこころですよね、うん、これはもう 間違いなく米中でカップリングで、やっぱり分断ですよね。えーえー、アメリカは本気ですよ。本気。だからあのペンスさんの三年前のあの、スピーチありましたね。はい、それからこの間のポンペオ国長官。ニクソン図書館での、あの全体主義。はい、中国独裁者習近平さん許さないって。うんはい、やっぱりね。それニクソン電撃訪中、キッシンジャー以来の関与政策。 関与すれば人権が認められて、オープンな公平な資本主義に近づいてくると言ったのは間違いだったという、これはアメリカの民主党政権、バイデンさんのほうも含めて動いてる。とするとですよ、日本が苦しいのは、アメリカの圧力すごいですよ。そういう中で安全保障上は同盟関係でアメリカと組まなきゃいけない。だけど、経済界のかなりの部分はやっぱり中国、手っ取り早く中国とやってきたから、減っているじが。 あるでしょううだけどここへ来て、例えば、はい、イギリスのジョンソン首相なんかは、ええ、例の英、ええ、連邦のインテリジェンス仲間、イ e y e s 情報共有のシステム、5EYES 日本をウェルカムつってるでしょう言ってますよね、うん、あれはね、入っおくと強いんですよ。ええ、ああ、やっぱすごい情報がいっぱい手に入ります、うん、僕はあの東海大の平和戦略研究所の所長って仕事やって、何やってるかと,いうと、はい、モスクワ大の情報安全研究所っていうのがカウンターパート。 で向こうはロシアのサイバーの基礎研究やってるんですよだから諜報機関とも関係あるって言われてなるほど結構緊張してるんだけど、ええええ、そういう意味で言うと、はい、日本は本当にぼっとしてたんですよだからサイバーの世界もう24時間こんな教科書もないような世界ですよそれを今慌ててやってるでデジタル化の中の大きな部分そこがあって、はい、で本来サイバーっていうのは アメリカが作ったね、このパソコンの世界っていうのは、ええ、民生を豊かにするために開発したもんなんですよ。ところが、全体主義の権威主義の中国や北朝鮮やロシアでは、うん、これはね、国家がそれは権力を持つもんなんですよ。はい、国家の安全保障なんですよ。うんうん、ここがね、決定的に哲学が違うん。うん、だから僕はの大学がモスクワ大統一緒に、はい、あのサイバーセキュリティのシンポジウムやったとき、ええ、日本政府がその提言、直接受け取らないです。 ああ、そうなんです、ね、だから研究所である、私的な民間の研究所である、うちの大学の、 研究所でこう一旦受け取って、改めて研究所として提言しに行くという、うそのくらい、ある種こう気、気を使わなきゃいけないところですよ、あ<ー>だからまあ繰り返しますが、はい、ビジネスで言うと、中国とっていう、特にだから菅新総理も、うんうん、アジア版 NATO は反対で囲い込みはしないって言ったでしょ言ってますね、確かにね、うん、総裁選の中でそういうことましたそこにあの 中国寄りのどん、はい、二階さんがいる。まあだからそれを補う意味でも、安倍さんの弟で、あ,うん、あの、うん、ファ、あの、台湾との関係、はい、もう非常に蔡英文総統とも、えー、付き合いの深い岸信夫さんを、 防衛大臣に立てた、うん、これは要するに日米同盟の証でもあるし中国に対する牽制でもあって、はい、早速、中国が反応してますよ外務省の報道官が台湾と公式に関係を深めることは夢夢ないようにっていうふうに言ってますよね、うん、やっぱりコロナの問題で一番頑張った台湾、はい、それを入れなかった中国寄りと言われた<ー> WHO, WHO あのエチオペアの。 テドロスという。<laughs> はい、ということで考えると台湾の存在がこのコロナ禍で一気に上がった、はい、つまりまっとうな民主主義での国家としてあるものをその全体主義、権主,主義でワクチンさえも 自分たちの覇権主義のために使っている中国に許していいのかというところで台湾カードがもう日本ではずっとタブーでねメディアも触らないですよ、報道しないですよ、ほとんどだけれども,もう台湾カードは国際政治の中国を考えるときにもう触らないと分かんなくなってきたんですよ。 まあ安全保障上もそれこそ与那国島と150キロしか離れてないって、一連託書みたいなもんですよねだから、例の南シナ海が中国の湖になっていいのかと、それは沖縄を含めてね中国のもうやっぱ構成がすごいんですよ、台湾に対する。このことはねもう日本のメディアもさっきからメディア批判ばっかですが、もうタブーをなくしていかないと本当の情勢が読めなくなっていく、ここはすごく大事なところでね、そういう中で、この年内に例の。 イージス・アショアシの後処理、はい、敵基地攻撃,攻撃,攻撃こ名前がちょっと刺激的だけど、はい、でもはっきりしていることはもう縦と矛を完全にアメリカと分けてたのはそうじゃないんですよ、もう日本だって縦と矛の一部、はい、アメリカに任せずやる、やつまりリスクをシェアする関係にならないとアメリカが逃げるぞと言ってるんですよ。戦後ののの日本の安全保障の議論は、はい アメリカに巻き込まれる論で野党の人はんに行ってきた、今、そんなことないでしょ、トランプさんは逃げたいって言ってんのっ、まあ、引きたい、引きたいですよね、うん、中東からも引く、当然、アジアからも引くんだといてほしいんなら、お金増やせでしょ、うんはい、つまり今は巻き込まれるんじゃなくて、西太平洋からアメリカを逃がさない。 でこれ、置いておくことが大事なんですよ抱きつき論みたいなもんです、ね、からそこで、<laughs> じゃあリスクをシェアする縦と歩行の関係なるのかというこの決着を年内に予算編成含めて、この安倍政権が残したものをやっていく、はい、ここも大変な問題ですよ。 そう考えると安倍さんが最後に出したあの安全保障に関する総理談話っていうのはちゃんと読み込まなきゃいけないですね。北朝鮮が書いてあるけどそうじゃないぞってとこですね。あれは非常に大切な宿題を残したっていうことですね。今日のスクープアップ、米中の二国間関係、そして日本はどうするというあたり、詳しくお話いただきました。 今日もポッドキャスト YouTube でお聞きいただきまして本当にありがとうございましたこの飯田浩二の OK コージーアップは東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日まで朝6時から8時で生放送でお送りしています生放送を聞き逃したあなたぜひラジコのタイムフリーサービスでニュースやスポーツエンタメなどの情報をぜひチェックしてください ポッドキャスト YouTube には盛り込んでいない情報もぜひチェックしてみてくださいね6時台の「教えて早起きドクター」では毎週お医者さんをお迎えして今知っておきたい健康に関する話題をお届けしています女優の黒木瞳さんが毎週さまざまなゲストと対談する黒木瞳の「朝ナビ」7時台は女優の羽道子さんによるラジオエッセイ羽道子のいってらっしゃい」などニュース以外のコンテンツもご用意しています さらにこの番組では公式ツイッターでも最新情報を配信中スタジオで撮影した写真などもアップしていますさらにもう一つ飯田浩司アナウンサーが夕刊富士で毎週火曜日に飯田浩司のそこまで夕刊を連載中ですこちらもぜひチェックしてください